待たせ。ピコの準備できたよ。じゃあこれ、この笛を吹けばいつでもチョコボを呼び出せるから。チョコボに乗るの初めての人もいるよね。はいはい。じゃあうちの練習場を使っていいよ。案内するね。ここでレースに出るチョコボを調整してるんだ。レースって？ゴールドソーサーで開催されているチョコボレースのことだよ。世界中のチョコボファームが参加するんだ。グリーン牧場も出るの？父さんと母さんがいなくなってからは一度も。でも近いうちに出るつもりだよ。どうしても勝ちたい相手がいるんだ。まあお兄さんたちはレースに出るわけじゃないから、とりあえずチョコボに振り落とされないようにね。それじゃあチョコボに乗ったら声をかけて。こっちだよ。いい感じだね。じゃあ軽く走ってみようか。初めは誰でもそんなもんさ。慣れればもっとうまく乗れるようになるよ。いろいろありがとね。あ、そういえばお姉さんたちお金ないんだよね。カームなら仕事があると思うよ。シンラの軍隊もいなくなって落ち着いたみたいだから行ってみれば。そうだ、ついでにクリンの依頼を受けてやってくれない？なんだか困ってるみたいなんだけど、僕には話してくれないんだ。クリン、ずっと元気がなくって。妹は母さんが大好きだったから。何でもやしてく？いや、急ぎたい。旅、お金かかるよね。うん。何でもや、手伝うの楽しいし、ね。練習場なら空いてるよ。
ドバイスすることはないよ。何か困っているらしいな。え？ああ、お兄ちゃんから聞いたんですね。お花を摘みに行きたいんですけど、モンスターのせいで行けないんです。そうか、お花は我慢できないよね。お花を集めてこれを作りたいんです。お母さんがよく作ってくれたんです。私も作りたいのに、モンスターが増えちゃってお花のとこまで行けなくて。ねえ、私たち積んでもいい？もちろん。クラウド、どうかな？私がもっと小さかった頃に死んでしまいました。事件に巻き込まれたんです。そう。よく家族でピクニックをしたんです。お弁当を食べた後、お母さんが花飾りを作ってくれてすごく嬉しかったな。最初のプレゼントにしたいんです。お母さんとお父さんがいなくなってからずっと頑張ってるお兄ちゃんに。うんうん、お兄ちゃんには頼めないね。サムのせいでお父さんとお母さんが死んだってお兄ちゃんが言ってました。でも詳しいことは教えてくれないんです。本当ですか？お花はミントガルが見える丘に咲いています。ちょっと遠いけど、チョコボに乗ればすぐです。よろしくお願いします。
う少しだな。
ランドさん、周辺に美しい鉱石はありませんか？それらは誘導石と呼ばれ、旅人を召喚獣の祠まで導いてくれるそうです。誘導石は破壊することで導きの光を発します。見つけたらどんどん壊してみてください。誘導石の光を追いかけると、各地で語り継がれている召喚獣の祠が見つかるはずです。その中には召喚獣の知識が結晶化した巨大なクリスタルが眠っています。召喚マテリアを強化するためにも祠の発見およびクリスタルの解析をお願いします。召喚マテリアを強化することができます。てめえら、なんでここに？
とんでもねえ値打ちもよ。見た目はボロいし、どういうブツかもわかんねえが、とにかくすげえエネルギーをビンビン感じるぜ。これを売れば俺たちはお金持ちだ。それってもしかして、てめえらもお宝目当てか。俺たちが先に見つけたんだぞ。ネウチマンは俺たちのマンだ。ふんだ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 。おとなしく渡すんだ。そんな脅しに屈する俺たちじゃ。ダメだ、もうおしまいだ。おしまいだ。死んだぜ、死んだぜ。落ち着け。いいか、よく聞け。とっておきの作戦が、うん、その名もおとり作戦だ。おんがおとりだ。おとりってなんだ。おめえらのことだ。おんがそう、俺たちがおとりか。任せた。生きてたら隠れ家に集合だ。やってる。この隙に連携しよう。準備はできている。こっちだ。逃がせ。そこだ。よかったな。甘い策。まだか。仕掛けに向かってこい。何？甘いよ。甘い。任せるぞ。回復が必要だ。しっくしょうゆうたれ。エバルには早いぞ。逃がさねえ。フォローを頼む。刻む。なめさあ来い。攻めるだ。全力で行け。回復が強く見えた。覚悟しかみつぶす。盗賊に奪われた。なるほど、了解です。エンシェントマターの移動先はすでに特定済みです。続き調査をお願いします。行きたか。
困惑王検事、はじめまして、クラウド様。私はモンスターアセスメントインストルメント、通称マイと申します。チャドリー博士によってプログラムされたモンスターガイド用の音声アシスタントです。これより皆様のモンスター討伐をサポートいたします。早速ですが、この先で特殊なモンスター反応を確認しました。クラウド様、バトルミッションをクリアしつつ生体データの収集をお願いします。私もガイドとしてお供します。一緒に頑張りましょう。戦いの準備できてる？バイオラットの気象書を確認しました。これよりガイドを開始します。バイオラットには悪臭腺があり、強烈な匂いを耐えて敵を守りながら数を増やしてきました。気象書にその悪臭腺から特定の匂いを受けて入れながら集団で襲いかかることで、協力してくれ。
行くよ。体であらゆる場所へ潜り込むバイオラッシュ自体は砕け散ってチャンスだよ。攻めてこう。押し切る。終わりだ。ここで仕掛けず。星の知識にアクセスすることでその土地の情報が手に入るはずです。あの泉はライフストリームか。ほほほ、ライフスポットの情報をいただきました。こういったライフストリームの泉が各地に点在しています。エネルギーに転用するには小さすぎるため神羅は見向きもしませんが、僕らにとっては大切な情報源です。引き続きライフスポットの探索をお願いします。
当たる。そこだ。どうだ。行く。やっ。隙を。ここまで。死ね。どんなもんよ。届く。終わりだ。セーフ。落ちろ。やるか。意識が。わかった。手を貸そう。ありがとう、クポン。
ありがとう、クポ。ありがとう、クポ。これでお店を開ける、クポ。みんなで集めた名品、珍品をモーグリメダルと交換する、クポ。気配するね。エレバランクの気象庁を確認しました。これよりガイドを開始します。温厚な性格のエレバランクは家畜として人間の生活に寄り添い、農作業や移動手段、時には戦力としても活用されてきました。正直もし珍しい色の変わり方は攻撃機の素材としても人気だったのか。落ち着いていけ。おう、楽しみよ。自分で行けるか。俺が出る。現在は野生化した機体が頼られちゃうな。非常時は消防化が進んでいるので、このまま大切となってしまわないか。任せるぞ。下がってる。しまった。あなたは強すぎです。もう油断した。こんなに狙う。おう、任せとけ。当てに行くぜ。そっちか。期待するぞ。噛みつぶす。注目仕掛けるくらえ。やるのはかな。人望しなげた。じっくわっ。やっ、行くぞ。おう、私が出よう。変化をつけよう。きついな。せやせやせや。追い打ちだ。出ないとき作戦を変える。蹴りをつけるぞ。ソラ、いざ、刻む、断ち切る。ここまでだ。
行くぞ星よ、答えたまえ。
邪魔だ。なめるな。くわWhoa!
クラウドさん、ライフストリームを調べたところ、共和国時代のクラフトチップが埋まっている場所が分かりました。現在では手に入らない貴重なレシピが見つかるかもしれません。ぜひとも探索をお願いします。クラフトチップを発見しましたね。共和国時代に使われていた風車の部品が作れるようです。現在は入手困難な部品なので、もしかしたら誰か探されているかもしれません。
しよう。逃がさせる。さあ、その攻め策、決着点を沈め。空、行くぞ。甘いどうだ。何をやるぞか。やってやる。気負いすぎる。ここが正面か。